昨年10月に右肘をクリーニング手術した楽天の田中正宏投手35が18日、ブルペンで変化球を交えながら今キャンプ最多の69球を投げた。息感のないフォームながら手術後最速となる138キロを計測。軽く投げているのに悪くなかった。球数、強度も上げられているのはいいこと、とうなずいた。 今月下旬に打者相手への投球を見据えており、流行る気持ちを抑える部分と、しっかり上げなくてはいけない気持ち、両方あります、と心境をとろ。即実戦登板の可能性について問われると、楽しみにしてください、と笑顔で話した。